すっごい気持ちいいね。まずは表面をね。左側は軽くなった感じしますよ。うんうん。はい、では今度腰いきます。お願いします。どんな感じですか、はい、腰頭や固まってしまいました。なんか背中こっちよりここが張ってるね、辺から、ね、固まってる感じが自分でもするんです。フラフラしてる、ね、フラフラ、こうなんかフラフラダンスをこうしてやるんですけど、ああ。ほら、ゆらゆら固まってるな。最近ちょっとストレッチを少しずつやるんですけど、やるたびにポキポキなってます、うん、ああ、それ気持ちいいね。まずは表面をね。はい、前もなんだっけ、セラピストさんのカチカチの人、うん、なんかすごい上からグニューってやってたんだけど、あ、なんか話を聞いてたら、こう一塊、こう体一塊が硬いと思ってんで、それをなんかいっぺんにどなんかこねてなんか柔らかくしたいみたいなイメージだったのかな。でも塊だとしてもやっぱ表面上っ面から徐々にいかないとほぐれないよっていう話をして、うん、だからこんな、いきなり全部をどうにかしようとしてたから、まずは疲れちゃいそうだね。そう、無理だしね、そもそもね。まずは表面をねっていう話をしてて、表面だけで気持ちいいよね。そうだね、うん、まあ緩んでくるのが分かってくれるとね、お客さんもね、だから押されることがいいと思ってるとね、もっともっと押してってなっちゃうから、刺激がね、刺激が気持ちいいってなっちゃうと違うけど、うん、なんていうのかな、程よい刺激っていうのかな、うん、まあ、鈍くなってる人はね、ちょっとの変化も感じれないから、ね、なんかセラピストの方もうまくね説明していけないと、ね、お客さんは分かんないから ね、 そ、 うだ ね、 ね、それがいいと思っちゃうしね、う、痛いぐらいが効くんでしょっていう、ね、痛い方なんて効いてないと思うし、うん、ね、なんかこう温まってくるとかね、感覚が少し出てくるっていうのがこうほぐれていってる目安だっていうのもね、伝えておかないとさ、痛いとさ他のところ固めちゃうもんね、うん、絶対意識して、そうね、やっぱ痛いの嫌いだから、うん、ね、そこだ。こうね、なんか全体がね、なんか凝り固まってるプラスなんか筋肉の緊張がある感じ。ちょうどこう腹骨のこの下。そこですよ。そこでございます。
これちょっとまろやかになったね。うん、そう、なんかね、硬さが全然まろやかになった。なんか頑固さが消えた感じです。ここだけどね、いや、消えてるよ。この辺も柔らかくなったね。そう、ね、消えてる。なんかもうちょっと反発してくる感じだったけど。消えちゃった。硬いのはいるけどね。いるけど、なんかね。うん。そこがいる。うん。へえ。うん。へえって。いや、そこにもいたんだと思って。うんうん。うわあ。そこめっちゃ気持ちいいね。わあ。ギューッと前だったら本当押してほしかったけど、それぐらいが早くなりましょう。やめましょうね。それぐらいがいい。わかるよね、もう傷つくのがね。うん、傷つくではなくて、これねじ伏せるみたいな。あ、うんうん、そうだね。っていうのがイメージだった。うん。ねじ伏せられたものは反発するんじゃないかと思う。確かに抑圧したらね、うん、ちょっとずつね、今のさ、この感じだと大丈夫だよ、いるんでも、うん、そういう感じでしょ。そうそうそう、ぎゅってるのはあれね。そうだね、うん、せっかくなんか体が教えてくれてるのを無視するわけだもんね、うん、そうそう。ね、体も怒るからぎっくり腰に、ね、いや、なるよね、絶対それは。 もっとね、大きな声で伝えないと、伝わらないと思ったらね、うん、ああそうかもね、これなんかぎっくり腰の前兆だったかも、また、うん、またこれで助かったかも。そうね、僕も動かしてなかったから全然、うん、ちゃんとメンテナンスがあって動かさせないと、うんうんうん、あ、でもぎっくり腰とかなんか気の焦りとかもあるよね。余裕がないと、まあ、なんかピキってなる気がする。反対側は後でやるとして、はい、じゃあ反対側も全然、うん、左側は軽くなった感じしますよね。うんうん、違うのって下がらなくて、うん、ここね、この辺と、この辺と、うん、全然違う、うん、ふんわりした感じ、うん、いいですね。ね、コリは潰しちゃダメですね。そうね。みんなネジ伏せようとするからね、そう
はい、どうでしょう。いい感じ、左側。いい感じ、左側。じゃあ後で右やりますね。お願いします。